どうもこんばんは、加瀬一介です。今日は2023年の5月の1日ですね。今結構麻雀のですね、振り返り的なやつとかを結構やったりしていまして、あとまあ風邪もひいていまして、でまあそんな感じでいろいろやってて、まあ麻雀の研究とかも結構やったりしておりますが、実はちょうど始めたのが4月の1日が初日でしたので、ちょうど1ヶ月経ちましたということで、なんかいろいろ勘違いしてたところとかたくさんあったし、あとまあ麻雀打ったりしていて間違ったことをずっと言って訂正もしていないということが結構あるなというのも分かりましたけども、とりあえずですね、本日、第1局目始めてまいりたいと思います。まあ、体調が実は全然良くなくて、まあ、どうしようかなと思いながらやっておりますが、とりあえず無料チケットが1枚ありますんで、まあ、少なくともその分は消費しておきたいという感じですね。はい。では、本当最近は結構麻雀の勉強結構やってますんで、まあいろんな打ち筋とか考え方とかを今仕入れてる最中ですね。いい引きをしました。これで数値そびき、あと、おやりですが、ペイは打ってそうなんで、ペイはまず打ちます。で、ウービーも入ってきたんで、リーチとライチで勝負できるかなという感じがしますんで、リーチドライチでいきましょう。はい。もうこれはもう取れるか取れないかの、リーチですね。でまあ、この1局目なんで、今日の1局目でもありますんで、勝負していきます。当たったかな。はい。さあ、相手は何でしょうね。まあ、いきなり、急走で泣いてるんで、ウーパーかな。シャボ待ちかな。これは何待ちか。なんかすごいいい待ちでしたね。はい、次です。はい。やはりちょっと喉が具合があんま良くないんで、ちょっとやっぱ喋りが、1,2,3,4,5,6,7,8、8種ですね。8種、5シャンテンです。ま、あんまり国士を狙ってもいいことはないんで、はい、手なりに進めていきたいと思います。シャーチャーですね。さあ、なんちゃが、なんをいきなり泣きましたんで、早い場になりそうですね。となれば、この曲は成就しないぐらいの感覚でいこうかなと。まあ、降りることも、まあ、大事ですよということだったんで、まあそうですね、あんまり今までは、その、ハイパイの時点で、あ、これダメだなと思ったら降りるとかは、あんまり考えてなかったんですよね。ただまあトーンはどうせなさそうだから、トーンを落として、ハクももうないみたいですから、ハクも落します。でハツもないので、あ、もうクローズピンズが揃ったかと思ったらそうでもなかったですね。まあいい親落としというところです。さて、出遅れてしまいましたんで、まずは1回上がろうかなというところですね。どうもやっぱり声が出しにくい。1,2,3,4,5,6,7種、7種ですね。7種なので、まあしかし1回上がりたいんで、なんとか上がりに寄せていきましょう。とりあえずシャーから落とします。これ薬牌がつけばもう薬牌を狙いに行きたいと思います。で、落ちました。はい。チュンも1枚落ちですね。チュンは2枚落ちですね。はい。ということなんで、チュン落としていきます。さあ、これでちょこちょこ中に、愛が揃ってきましたんで、カンチーソ、リャンソで、リャンピンあたりがついてくれるともうやりやすいんですけどね。あ、ウーピンが来たか。であればチーソが入ったら一番早いんですけど、ソーズが割と高い場ですね。ソーズ高、スーピンを入れるとして、ソーズ、こっちもソーズが欲しいので、急走が来ましたんで、ここはリャンソー入るとして、ローソーが来たか。であればローソー落としますか。ローソーもう一枚落としたいんですよね。見切っていきます。あ、そう来た。であればもういいピン行くしかないな。さあ、これでローソーは失敗しましたね。あ、そう来た。じゃあリッチ行きますか。はい。もう特に降りる予定はないん、ああ、そう来た、ウーパーピン。
まあいいです、とりあえず次ですね。あ、これまた即相撲なんででかいな。はい、親番ですね、ここからが勝負どこ。あ、これはいいですね、非常にいいハイパイ得ましたね。なのでここは初チューンを落として早上がりをさせないようにしたいとこですね。はい、初チューン落としてで何も先に落としておきましょう。さあこれでチーソーもつきましたし、あ、いいですね、ウーピン入ってきて3層が欲しい、3層ウーソパーソーで、ローピン3ピンパピン、この辺りですね。イーソーも利用したいとこですね。スーソーはとりあえずイーソーを落とします。そしたらまあパーピン拾ってきてきましたね。パーピン拾ってきたんでここは3ピン落とします。3ピン落としてきて、あ、ローピンか。じゃあ、スーソー、いいリャンズ落として、ピンズで受けましょうかね。これでリャンピンが入ったとして、あー、イーソーが来たか。これ意外に遅くなってしまったな、これ。リャンゾーか。リャンゾーちょっと怖いな。いいピンを先に落とします。いやー、これは勝負手なんですけどね。パースは2枚持たれてるっぽいな。イースはいいとして、リャンソー勝負できるか。あら、はい、上がられましたね。はい、ちょっとこれは厳しいな。非常に厳しい感じになってきましたね。はい、乱入です。さあここはちょっと自敗を大事にしながら、安くてもいいんで上がりたいかなというところですね。まあ、シャーチャなんで何はすぐ落としてもいいんですけど、パーピンか。何を泣いたか、急須を泣いたのか。うん、シャーペイが落ちておりますね。ハクは2枚落ち、シャーも落とそう。トンも高瀬ですからね。あ、トン入ってきたか。であれば、ここはですね、ちょっと一旦ハツを切って、で、チュン、泣いてもしょうがないんですけど、あ、パーピン入ってきたか。であれば、ちょっと本一を見ましょう。本一チートイを考えていきたいと思います。本一チートイを見つつ、そう来たか。これはもうペイを落とします。でウーピン入ったんで3層勝負します。これで、もし転廃できるようなことがあれば、転廃できるようなことがあれば勝負します。これはまた何もペイもいっぱい来た。リャンゾーは勝負できそうですね。チーソー。チーソーはいけるか。で、Q1 も通るし、シャーも落としました。シャーも落としました。これはちょっと、スモが。まあ、ローピンを落として、上がりはしないですね。はい。はい、次です。さてさて、またあんまりハイパイ良くないんですけど、ドラがいいですね。はい、これは薬牌を大事にしながら、チートイを目指していきますか。ただまあ、チーピン積もってきた時もあるし、3ピン積もならば、可能性もあるかなという感じなんで、どうしたもんか。とりあえず何を落とします。あ、これはちょっとハツを鳴くか。ハツを鳴く感じでいきましょう。ハツを鳴くんで急走も鳴きます。3ピン、ちょっとチートイも見ます。これはまだちょっと横伸びの可能性がまあ十分あるんで、これ
無反応でいきます。相手はまだ張ってはないでしょうから、さてこれでもどうかな、初ナイクか、初1枚切れですからね。あーそうきた。であればとりあえずちょっとこれで1回様子見ます。これはウルソでリーチいきます。はい、ドラを積もってくるイメージですね。リーズもドラドラ、リーズもチートイドラドラ、そうですね、まあ、積もがなくても赤ウであればというやつですが、赤ウは出ないでしょうから、まあ積もってくることを祈ります。あ、そうきましたか。あ、出ました、出ました。はいということでリーチートイドラドラ、裏が乗ればハレマンです。裏は乗らないですね。はい、さあこれでまだトップも可能性はありますよ。これハネマンツモでトップ、マンガンでもいいし、あ、なるほど、これは一回飛んで上がってというところですかね。ハト先切るか。お、来ました来ました。これはこれは一回上がろう、とりあえずは買い上がって、あ、いいですね、非常にいいとこ積もりました。でイースチーソ引きで、そうですね、とりあえずトンが出たら泣きます。トンが出たら泣いて、トンが出たら泣いて、これは逆転できると思うんですよね、うまくいけば。ギャンズは落とそう。これです、これ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 、はいはい、これで数値素、これは上がれると思いますけどね。数値素どうか、パーピン勝負します。これは泣きません、泣かれましたね。3ピン、さあもうピンズはやばいかな。あ、いました、はいはい、これでマンガンで1万2000ですから、最後1000点で上がれば、あ、これ3班か。ということはマンガンツモでトップか。さあこれが、ここが本番ですよ。さあどうしたもんか。いやもう薬杯はとりあえず気にせずに、チュンも落とします。あーとチートイっぽくなってきたけど、いやここはチートイにはいかないですね。さあリャン、リャンソースーソー入れて、あ、リャンソー来た。であればパーティン落としてシャア2枚切れなんですけど、シャアを狙いたい。あ、そう来た、ウーパーソーでしょ、これは。はい、一発。はい。出ました。立足。立足、いいペーコー。はい。最高の勝ちでしたね、これは。素晴らしい。この逆転勝利は本当にでかいと思います。この逆転を打てるのは良かったと思いますね。まさか最後トップ取れるとは思いませんでしたね、正直なところ。はい。まあ、最後、やりきった感じですが、まあ、とりあえずですね、シンフォギアの予選 B 始まったんで、とりあえずトップ取りましたしね、もう一回そのまま続けていきたいと思いますが、とりあえずちょっと喉がなかなか調子が悪いんであれなんですけど、マザーの方は割と調子よく、勝たせてもらったような感じですね。最初ハネマンから始まって、なんかあれよあれよと点を取られていったんですけどね、なんとかトップを取り返しました。さあということなんで、さあとりあえずトン一曲から飛ばしていきましょう。さあトンは先に捨てよう。これも別に薬杯に
頼らなくても良さそうなんで薬杯落としていきます。さてさて、これでトイスは3つ、 E1 はドラですけど、まあまだまだ希望は持っておきたいかなと。リャンゾーをちょっと先に落とそう。さあこれで感動層、感リャンピン、あ、天地ピン入りましたね。であれば、ウースをちょっと落とします。さてこれで感動層と感リャンピン、そして E1 の重なりに期待です。ってなってくると、まあ場合によってはペイを泣いてっていう感じにしたいところですね。あ、2ピン来ましたんで、ここはちょっと E ピンを落としておきます。E ピン落としてペイを泣いて、あ、通送が来たんで、そうですね。ここで行くと、ペイを泣いて、あんまりいい手じゃないかな。やるんであれば、サブロースを決めて、ローピン。ここはもうローピン落とします。ヤングピーパーピン。あ、いい磯来ましたね。これで、3ピン落としておいて、で、ペイを泣いて、サブロースが理想ですね。いや、もうここはもうリーチ行きましょう。サブロースです。はい、これは出ると思いますよ。あら、な、感します。さてこれでサブロッソですが、あー、いきなり行かれましたね。残念。まあまあこれはもう勝負してたんでやむなしです。はい、マンガンを振ってしまいましたけど、まあ、これはまあ想定内のことなんで、次です。さてこれはなんか端牌がいっぱい来てる。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 種ですね。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 種ですね。ということで国士を狙っていきたいと思います。まあ、国士を狙いつつ、ハクが来たんでトンと、トンとパツ、トンパツで天敗、トンパツの天敗ですが、ここはかなり、あ、急走か、トンパツの急走、トンが1枚、ハツも1枚、トンは2枚持たれてる可能性があるな。あ、リーチか、リーチちょっと臭いな。とりあえずナオとします。ローピンは、ああそういうことか。はい、終わりました。まあまあ国士リャンシャンテンということで次です。さてトン3局ちょっとやられたまんま点差がついてしまいましたが、まあ、少しずつ取り返していきましょう。まあ、まず初からでシャアを落としまして、ああ、いいですね。これでカンパーピンと、あ、ウーソーをなんとか使っていきたいんですけどね。あ、ウーソーは統一になりましたね。なるほど。はいはい、これでまあペンチーソーを見つつのカンパーピン、ペンチーソー、この辺りで仕留めていきたい。まあドライチなんですけども、これリーチですね。はい、これでパーピンが1枚しかないんですけど、まあ E ペイ、これリーチ、 E ペイ、ドライチ、まあまあいいでしょう。ハツとパーソか、11層からはちょっとなさそうですけど、はい、流れました。まあ、こういうラッキーがありますからね。で、ドラが1個乗れば満貫です。まあやっぱり天敗したらチャンスですね。はい、さあ取り返しましたんで、ナンバーに入りましたし、ここから手を入れていきたいと思います。はい、まあここももう手が割とできてるんで薬杯を落としていきます。9ピンがついたんでペンチーピンで、カンリャンソ、カンスーソ、あ、パストも来ましたね。パスト来てペン3ピンとローピン、ペンチーピンもあってというところですか。はい、ちょっと下茶の捨て牌がちょっと面白いことにはなってますが、ペンチーピン、ペン3ピン見ていきましょう。で、ウーソー、
そうですね、大体想像、あ、これで頭をこれで確定させるか。で、まあ、嘘はもう切ってしまって、シーソーが来たんであれば、まあ、ローソー入れてっていうとこですね。まあ、ちょっとペンチピンをちょっと見てるんで、まあ、急走入りましたね。じゃあ、嘘、諦めていきましょう。ここでサブローピンを入れて、ペンチーピン。これもそくりですね。はい。このチーピンは釣れないことはないと思いますんで、はい、釣れました。はい、リーチドラドラですね。まあ、親の手としては十分。裏位置で満貫です。裏はなかったですね。はい。まあまあ、かなりいい打ち方ができましたね。今さっきのチーピンは、取れるんじゃないかなと思って打ったところです。はい、ここで行くと、これはペイでなんか無理やり上がりたいですね。はいはい、ドラも来ましたんで、これも利用しつつ、まあ、トーンを先に払います。で、3ピンかであれば、これはもう2ピンをアンコで考えてしまって、あ、ペイを泣きますかね。あ、もう来た。であれば、まあ、そうですね。あ、イーソー来たか。なれば、早いですね。ペイを泣いて、そうですね。ペイを泣いていきましょう。あ、そういうことか。であれば、ペイを落として、ウーパーピンを入れて、リャンパスを。はいはい。これはいいんじゃないでしょうか。有効杯が本当に引けない。あー、そう来た。チーソか。ああ。チーソは限りなく当たりんじゃと思うんですよね、これ。まあ、しかし、リーチいきますか、リャンパストで。まあ、待ちは多いんで。はい、止まりました。リーズもドラヨンですね。はい。素晴らしい。あ、これはよく上がらせてもらいましたよ、本当。はい、ハネマンですね。はい、気持ちが1800なんで、まあ、これは3班で終了ですね。後輩パイってきました。さてさて、リーチかけますか。こんなことがあるんですね。もう終わりました。はい、ダブル一発ドライチ、ダブル一発ドライチですね。いや、ダブルで3面ちゃんっていうのは、まあ、多分初めてじゃないかもしれないけど、珍しいですね。はい、素晴らしい勝ちがありました。そしてまたチケットがまだ消費されてないんで、まあ、今日のうちも一回やろうかなとは思いますね。それかもう一回やるか。まあいいや、とりあえずちょっと疲れたんで一回休みましょう。はい、ということで5試合内にちーちゃんになりました。はい、ということで今日、あ、免税チッププラス200はこれかなりでかいですね。今回のスコア130点です。はい、ということで、まあ、前回あの報酬もあんまゲットできてなかったんで、今回は報酬狙えそうですね。はい、ということでご視聴どうもありがとうございました。